今日はさくらに出演されている安藤正信さんに、男同士ということで女の世界、さくらの世界を男の目線でいろいろ語ってもらおうかなと思ってます。早速なんですけれども、僕はさくらん拝見しまして、はい、すごいこう映像世界とか、あとはある意味青春の物語もすごい感じて、すごい感動したんですけども、安藤さんご自身は最初にさくらんを見た時、さくらんってどっちかというと女の世界の部分があると思うんですけども、男目線で見た時はどうでした？自分に関しては蜷川さんに本当に愛されて、とてもこう自分で言うのも恥ずかしいんですけど、すごいこうかっこよく映してくれたなっていうので、自分としてはこう感謝をしたっていうか、とても嬉しく見ました。もうお前はこっから出られないんだよ。絶対出てやる。お稲荷さんの桜が咲いたら出てってやる。こう安藤さんから作品全体を見た時に、蜷川さんが今おっしゃった通り監督をやられてるっていうことで、なんかこういつも撮られてる映画とはなんか違うものっていうのは感じました？そうですね、いつも撮ってる監督とかとも比べても、そんなにこう予定調和な監督がいないから、そういった意味ではこう一緒だっていうか、とてもやっぱ面白かったですね。何が起きるか分かんないっていうか、現場で、それはありましたね。蜷川さんにもすごい感じたっていうか、そういう監督とやるのが僕も面白いと思ってるんで、すごい楽しめましたね。何かこうやっぱいい化学反応じゃないけど、何かこう起きて、映画が一つの形となるっていう方が面白いなっていうか。おい、どこ行く？ちょいとお湯へ。覚悟はできてんのか？今までのこう自分のラインとは本当また違くて、とにかくこう女性と絡むってことを、多分もうみんなも見てないと思うし、その引きの芝居だったりとか、そういうところでなんかこうまた新しい自分を蜷川さんに引き出してもらったなっていうか、そこで発見、俺もこういう芝居ができるんだってことを蜷川さんにこう教えてもらった感じはすごいするんですけど、いやでもなんかそういうのってちょっと感じましたけどね。はい、なんかだから多分さっきおっしゃったかっこよく撮られているっていう部分がすごく逆に引き立っているのかなっていう印象を受けたんですけどね。そうですね、やっぱり監督の愛って画面に出るなっていうのをすごい、そのさくらんを見て最初にやっぱ感じたっていうか、現場でもすごい愛されてるなっていうのは分かってたんだけど、やっぱそれがちゃんとこう画面に出るもんなんだなっていうことをすごい改めて思いましたね。こう今回蜷川さんご自身は多分初監督ということで、多分現場で戸惑うこともきっとあったんだろうなと思うんですけど、安藤さんとかも映画でいっぱい出られてますし、逆にフォローすることとかっていうのはあったんですか？特になんかこうフォローしなくても、やっぱりフォトグラファーとしての蜷川さんはもう何十年もやってきてるわけだから、そのプライドもあるし、みんなその作品のリスペクトもあるわけだから、そのフォローするっていう部分のことはなかったですね。もう彼女の絵とか、そのコンセプトがもうきちっと決まって入ってきてるし、小さい時から多分芝居を見る環境ができたと思うんですよ、彼女は。だから演出も、もう初めからちゃんとこう芝居を見るっていうか、ちゃんとできてて、そこをすごい細かくみんなも言われてたし、僕も言われたし、なんかすごかったですよ。いやなんかね、それをすごく分かるんですよ。というのも僕はもちろん初監督っていうのは知ってて見てるんですけれども、作品全体はこうすごい熟練、逆に熟練の監督が撮ったような
うまさというか、そうですよね、なんかちゃんと映画としてきちっと真面目に撮ってるっていうか、そうなんですよね、もっとあの普通なんかこうミュージッククリップだったりとかフォトグラファーが撮るってなると、うん、結構絵だけだったりとか、結構どん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 破滅していっちゃうんだけど、わかります、でもまた俺はそういうとこが好きで、うん、あのそういう作品も好きなんだけど、うん、彼女はそういう方向に行くのかなと思ったらまた全然逆で、そうなんですよね、なんかあの昔見た吉原の映画っていうか、またそれとは違うけど色彩とかは、うん、だけどなんかそれにこう通じるそのなんかこう真面目さっていうか、いやいや本当そうだと思いますね、それはすごい僕も感じました、なんかこう物語をきっちり作るんだっていう意思がすごくあって、うん、そこに彼女独特の色彩感覚を乗せている、うん、現代感覚を乗せているっていうのがすごくあって、うん、いい映画だなって普通にお世辞でも何でもなくて思ったんですよね、うん、だからもう最初からやっぱり出来上がってるっていうのはさっき言ってたそれなんですよね、うん、僕が、うん、こうその中で今回まあ誠司さんという役を演じられているわけですけれども、安藤さんの方はあのこの役を演じるときにどんな風な立ち位置でいこうかなって考えられたんですか。うん、やっぱりあの吉原の映画や、うん、その、まあ、小説だったりとかそういうのをこう入る前に見たりとかしたんですけど、うん、何本も、まあ、お客さんと遊女の話であって、うんうん、僕の位置っていうのは、うん、あのそれをフォローする裏方でもあるから、うん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 、とにかくこう自分がこう前に出て芝居をしようっていうことじゃなくて、うん、それと逆を行くっていうか、うん、一歩引いて、うん、客観的にその車の中を見てお客さんのことを見たりとか、うん、その遊女のことを見たりとか、うん、そういうことで自分はあの成り立つっていうか、光る位置であるとこう自分で、うん、初めに台本読んでから理解してたんで、うん、だとにかく引くっていうか、うん、やっぱりあの演じたい演じたいって思うじゃないですか、やっぱ役者としては、うん、だけどそれを全部押し殺して、うん、まず引くっていうこと、うん、それをすごい意識してましたね、うん、あとはずっと現場中アンナのことをずっと見ていた感じはしますけど、うんうん、音楽もすごい良かったですよね。そうですね、やっぱ音楽良かったですね、ね、さんのこういいところに入ってきて、しかもそれがすごいこう、うん、あえて現代調だったりとか、うん、その作品のトーンにすごくこう逆にきっとくるというか、うん、すごいこうしびれたなと思ったんですけども、僕も結構やっぱ音楽もすごいまあ、映画として稲川さんがこう自分のことをこうよく撮ってくれたっていうのもあるんだけど、うん、音楽としてもこう自分の芝居やまた映画っていうものをすごい助けてるなっていうのをすごい感じて、うん、やっぱり椎名林檎さんにもとてもすごい感謝をしてるっていうか今、うん、この映画に関してはやっぱ一本のその感情に乗せて最後までこう行く方が、うん、とてもこうバランスとして見やすいっていうか、うん、いろんな人が多分こう張ってったら多分本当にデコボコになる映画になってしまうんで、うん、一人の人が全部こうやったっていうのはすごい、うん、正解ですよね、うん、まあこんなこと言うのもあれですけども、マリー・アントワネットでご覧になりました。いやまだ見てないですよ、見たいんですけどね、ね、実は結構近い部分があるんですね、うん、まあソフィア・コッポラってもあるんですけども、うん、やっぱ映像は美しくて、うん、音楽もやっぱりきちっとしていると。でもやっぱり一番の差異というか違いの部分を感じたのはやっぱりそのさっきもちょっと言ったところの内容の濃さの部分があって、うんうん、僕はさくらの方が好きなんですね、うん、だからきっとマリー・アントワネットもヒットしてますけども、さくらも予算じゃないってことですね。そういうことですね、はい、力ってことですよ、はい、っていうのが、まあ、あると思うんで、はい、ぜひヒットすることを祈願してます。お願いします。どうもありがとうございました。夢を見た姉さんが遠くへ行って死んじまう夢。咲かぬ桜などありはせんのじゃよ。てめえの人生
てめえで咲かす。